疲れ様です。まあ、連日ねガーシーチャンネルの話題で申し訳ないですけど、綾野剛くんについてちょっと僕もお話ししたいことがあってね、ちょっと動画撮らさせていただきました。彼ね、僕ちょっと好きなんですよ。ファンなんですよ、僕綾野剛くんの。だからね、ちょっと別に正直ね、これ以上なんかこう、なんか根掘り葉掘りね、掘り返そうなことする必要ないと思うんですよね。そしたところでノーダメージ。バンドマンが女遊びするのと一緒で、別に俳優女優がね、女遊びしまくってても何の問題もないと思うんですよ。なんなら箔がつく、ぐらいだと思うんですよね。だってラッパーがさ、なんか薬物使って、でそれでなんか無所帰りでなんかウェーみたいなやってると変わらんすわ、正直。その程度、はっきり言って彼がやってる暴露っていうのはね、もっとね、ほんま逮捕者が出るようなことしてもらわんと、全然おもんない、賞味。なんか有料会員のメンバーシップの配信で、なんかそういうのを暴露しますよ。でもちょっとメンバーシップのやつは、拡散しないでね、みたいな。どういうこと？芸能人の悪評を広めたいから彼は、ああいう暴露活動をやってるんじゃないの？なおかつお金稼げてラッキーじゃないって、そういうことじゃないの？なんで拡散 NG なの？意味がわからん。なんで切り抜き NG なんの？まあお金有料やからね、切り抜き NG ってわかるけど、なんでそれを拡散してあかんのかなって、俺、もう意味がわからん。意図がわからん、彼の。だから、庶民の話、もうないんでしょうね、ネタが。ネタないでしょ、どうせ。ねえ。だってまあ彼自体がそういうことでね、BTS のどうたらこうたらっていうので、なんか、詐欺みたいなことをしてて、それで、人脈、人との関係切られたっていう。それを逆恨みして、今みたいなことやってるんでしょ？だとしたら、彼を信用できる要素っていうのは何一つないんですよね。なんでまあ、もう、だから、なんて、ほんとこれこれの介護感。いや、比べ物にもならんかな。もう、瞬間最大風速、もう初動は良かったけど、これからずっと落ちてきますよ。正直。ねえ。絶対無理やと思う。もうこれから伸びるっていうのは。で、綾野剛くんに関しては、僕はね、好きなんですよね。ファンなんですよ。昔から好きで。で、彼のね、映画の、日本で一番悪い奴らっていう映画を一番好きなんですけど、綾野剛がね、出てる映画の中で。こいつがね、話題に出すことによって、もしその映画がネットフリックスやら、なんやらで、配信停止とかになったらね、まあ、なるかもしれないじゃないですか。ピエール滝だってなんか、やらかしてね、薬物やらかして、んで、電気グループの、配信だからその音楽、スポーティファイとか、そういういろんなとこ配信サイトで、配信停止になったじゃないですか。そういうことが起きるの嫌やから、俺これ以上話題出さないとってほしいですよね。好きな人からしたら絶対そう思う。綾野剛の作品が見れんくなるぐらいだな、もうせんどって、別にそんな女たらししてるかも、そんな知ってるから、別にこんな、あんたが言わんでもね。僕知ってるから、別にやってるやったから、ないやんって話だからね、別に関係ないやん。俺のなんか身内がそんなされたわけちゃうからさ、どうでもいいやん。なんなら身内がされてもあんま思わんわ、なんとも。好きな俳優やし。別にそんなバンドマンがね、不倫してましたとか、そんぐらいの話と一緒なんですよ、俳優女優がなんかしてるっていうのは。そんな人一緒やから、なんかそんな、なんかね、もう鬼の首取ったようなね、顔してね、配信しない方がいいと思いますよ。全然あなたすごくないから。